リモリ。ハリモリ。ドン。ドドン。はい、今日はこちらでございます。よっよっ。えんやさん。溶岩ステーキのお店でございます。おー、そそる。ここは知ってると。場所がですね、はい、鹿間に本店がございまして、あとですね、徒歩利店と大使店がございますね。皆さん意外と徒歩利店に行かれるということで、はい、店内がこんな感じになっておりまして、テーブル席がたくさんあって広々としております。これは鹿間本店なんですけれども、全席で約40席ほどございます。メニューがいろいろございましてね、もう迷うくらいなんですけれど、ここの名物が何と言いましても、ドンドン、溶岩焼き。おー、溶岩焼き。必殺技みたいですよね、うん、多分リザードが持ってそうな技、はい、溶岩焼き。下が溶岩、溶岩石ですね。円やステーキと有頭大エビの御膳でございますね、はい、頭がある、頭のエビ。頭のあるも頭痛が痛いみたいな。頭のある、頭のエビ、はい、ほんまにね、あのレアのままいけるぐらい柔らかい赤身肉となっております。一番人気のお肉でございますね、うん、はい、結婚記念日はいつもこのメニュー食べてます。お、素晴らしい、はい、無性に肉食べたい時はここと。溶岩焼きについてなんですけれども、はい、富士山の溶岩石を使用しておりまして、溶岩石の秘密その1が遠赤外線効果ということで、炭焼きよりも6倍もの効果があり、素材の旨味を閉じ込めジューシーに焼き上げると。溶岩石ならではの焼き加減みたいな感じになるわけですね。秘密その2がカロリーカット。無数の気泡が余分な油を吸い取り、極めて低カロリーでヘルシーなステーキになっております。いや、もうこれやばない。円屋さんでステーキ食べるとき罪悪感ないもん、これのおかげで。確かにね、もう穴があるんやから、気泡っていう穴でも全部カロリー逃げていってるから。だからこれカロリーゼロなんです。サンドウィッチマン方式で大体ゼロになります。溶岩石の秘密その3が耐熱性でございまして、富士山の溶岩石は普通の石より極めて冷めにくく、最後まで熱々で美味しく召し上がれます。保温性も高いわけですね。有頭エビね、はい、言いましたけど、有頭大エビなんでございますね。めちゃくちゃでかい、もう21センチほどございます。500ミリリットルのペットボトルぐらいでかい。それはでかいですね。うまそうなんでございます、うん、ご飯ついてくるんですけれどもね、白ご飯か季節の炊き込みご飯が選べるんでございますね。この時は枝豆ご飯なんでし、ですかですね。季節によって内容も変わっていくと、はい、贅沢すぎますね。もう一つ頼んだのが牛ヘレステーキと有頭大エビの御膳。おお、こっちがヘレですか。ヘレーンってやつよね。ヘレンさんですね、それは。ヘレンがお世話になっております。牛ヘレンです。とても柔らかく脂肪が少ないと。女性に人気のお肉でございます。はは、食肉卸販売店が直営しているお店なので、新鮮でいい肉が、もう極限まで安い、うん。お値段で楽しめるんです。めちゃくちゃリーズナブルに感じますよね。エビが付いてないものもございます。もちろん、特製のね、食べ方がございまして。まあ、それが一つがね、このタレなんですけれども、醤油マスタードと特製の味噌。そうだれ、これが濃厚でめっちゃうまいんですけれども、うん、いいこと言いますね。めちゃくちゃこれはいいこと言ってます。えんやさんのスパイス、このスパイスがごじゃくそうまい。オリジナルですね。そうです、はい、しかもえんや牧場さんが通られます。えんや牧場さん。おめでとうございます。これがね、あの、はい、肉との相性がもう抜群、感動します、ほんまに、はい、えんやこれが痛かった。サラダもいけるし、肉もいけるし、お好みに合わせて、まあ、抜群にうまいのでございます。そうですね、僕だんだんちょっと突っ込まんように確かになってきてるなって感じ。午前セットはですね、サラダ、ドリンク、デザート付きでございましても大満足でございます。左がサラダ、地味にね、円屋さんのサラダ好き、上にカリカリ乗ってて、はい、そうそうそう、以上円屋さんでございました。ありがとうございました。はい、パチパチ。お、蜂の日で円安ステーキ 60g 増量ですということで、蜂のつく日は月3回は最低ありますからね。大使ところ、はい、進出したいところですよ。円安さんの敷地内場所空いてないですか、うちが出店する。来月大阪に。お、すごい。テイクアウトもね、対応しておりまして、はい、まあ、よりリアルなね、あの溶岩石をご家庭で味わいたい方はですね、うん、富士山に行っていただいて、はい、溶岩石をガッて言おうと思ったんですけど、うん、富士山行って、うん、溶岩石を無断で持ち帰ると、うん、タイホです。オンラインショップで全国どこでも盛り上げたい、動画の概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひご覧ください。